みほとけチャンネル。どうもみほとけです。ナム、そしてナム松村邦洋です。よろしくお願いします。はい、松村邦洋さんと鎌倉に来ました。いやー、よろしくお願いします。嬉しいね。よかったね。ずっとマンションの個室でやってたから、外でやれると嬉しいし、前に来ていただいて、はい、いいですね。コラボが、はい、なんか年にね、こんなにみほとけちゃんと仕事してるって、これ今松本拓さんに多いですから僕昔は電波少年で松本拓さんと多かったけど、はい、今年1年間振り返るとみほとけちゃんが一番多いね。ちょっとそんな松本拓先輩を追い抜かせる時、いやそれはまあ僕の中の数なんで、それ競う必要も何にもないですから、うん、でも嬉しいです。それぐらい私もありがとうございます。常々お会いしたかったし、いつも大河ドラマを見るたびに、はい、ああ松村さんと喋りたいとこ、もう鎌倉少女と鎌倉少年で、そうなんです。今日はなんで2人で楽しく鎌倉を巡りたいと思います、はい、いや嬉しいな。じゃあもういろんなところ案内してください、はい、そうなんです。ちょっともういわゆる定番の観光スポットではない、もう松村さんにこそ行ってほしいという、お会いしてほしい場所を厳選してきましたので、今年だけで僕ね、鎌倉3回来てるんですよ。おお、こんなに来てるのない。もうこれからね、鎌倉に住みたいですね。いやもう本当ですよ。大きいマンション買ってください。いや、かわいしないけど賃貸ですね。賃貸で住みたいね。賃貸です。しばらくずっといたい。本当ですね。松尾隆さん鎌倉に住んでるみたいです。あ、そうなんですね。キッチュさんは。あ、じゃあちょっとその近くに住んでね、みんなで集まれたらいいですね。お願いします。はい、ではもう早速ご案内したいと思います。お願いします。お願いします。はい、こちら妙王院さん。妙王院です。はい、鎌倉でいうと、こう、まあ、八幡宮さんを向かって右手にぐーっと後ろまで一対一にございます。なんかいいところ案内していただきますね、はい、僕鎌倉駅の周辺だけ見て、はい、だいたい帰ってまた2回目も周辺だけ見て帰るんですよ。こういう裏のいいところを教えていただきたい。そうなんです。一番ここが重要なスポットで、なんとご住職に今日は来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。中田さんです。中田住職です。体型もなんか私に似てラグビーだとフォワードでしょうね、はい、ちょっと大きくなりました最近。多分ねあ、なるほどっていうところで、はい、もう鎌倉のことは何でも一番お詳しい知ってらっしゃる中田先生が、ちょっとお参りいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。明王院さんのご説明をお願いします。そうですね、ここは明王院ってお寺でございまして、はい、鎌倉幕府の第4代将軍の藤原の頼朝公という方。ミトラじゃないですか。そう、ついこの間赤ちゃんで出てきましたね、はい、なんか虎の国、虎の月、虎の年に生まれて、そう総攻守が揃って、はい、トラとトラミトラですね。ミトラ、戦いに強そうですよね。阪神タイガースファンなんで嬉しいですね。で、鎌倉たくさんお寺が、狭いところにたくさんお寺が集まってるんで、まあ、寺密度って言葉があったら全国でもトップになるようなところなんですけど、寺密度だけど何個ぐらいあるんですか。ね、鎌倉の仏教界っていうところに入ってるだけで109カジぐらいあるので、それ以外もあったりとかするんで、プラス140ぐらいはいくですね。すごいたくさんの数のお寺があるんですよ、はい、でなんとなく皆さん鎌倉幕府のイメージが強いんで、鎌倉幕府の将軍がお寺を作ったって思われがちなんですけど、はい、鎌倉幕府、確かに将軍たくさんお寺作ったんですけど、鎌倉幕府の将軍が作ったお寺で、お寺として今も残っているっていうのは実はこの妙院だけなんじゃないかって言われてるんですよ。ちょっと藤原の頼朝が作ったお寺なんですか。そうそう、頼朝公の発願で作られたお寺。もう執権のなんか義時とかの、ね、北条氏がなんかね、そうですそうです、いいように将軍利用してますけど、ここは一応将軍の発願で作ったお寺、まあ、あとはもう一箇所は八幡様、鶴岡八幡様、はい、八幡宮様で、まあ、頼朝が作ったあそこも神社ですから、まあ、お寺としてかろうじて残ってるのはこの妙院だけですね。うわ嬉しいな。一応義経の妹さんの系図ですもんね。そうですね。そうそのだいぶ遠いんですけどね。メリクリ作られた。はい。で鎌倉本当にたくさんいろいろお寺ありますけども、将軍家っていうところは本当ここだけなので、はい。でそれなりにそのゆかりのあるものっていうのが山ほど残っていらっしゃるんですよ。先ほどね駅の周辺しかいらっしゃる、はい。今は鎌倉の入り口っていうと鎌倉駅ですけど、はい、当時鎌倉時代に鎌倉の入り口は実はここの朝日奈の峠を越えてすぐのところがこの妙院です。本来じゃあここが駅でおかしくないんですよね。駅というか、まあ、ここがその関所というかね、ここ必ずここを通って
あの鎌倉に入ってくる、はあ、なのでそのこの辺の一帯は鎌あの重要な守りの拠点になっているので、あの 武将たちの武家屋敷が多かったで、あってるあの大江広元さんのお宅もこのすぐそば、大江広元さんのお宅が、はい、大江広元さんのお宅が、あの今目の前にコンビニがあって、コンビニの裏っていうと怒られちゃうね。大江広元邸の前にコンビニがあった。そうです。はい、こっちが表、はい。私なんか山口ですから。そうですね。大江広元の四男の秋、はい、高田の毛利家の。はい、毛利家の。はい。とこに僕も生まれ育ちましたんで、ね。はい。縁がありますよね、毛利家の。いや、すごくね。今ここにいらっしゃって。はい、あの鎌倉の十三人始まって、大江広元のお宅を守ってた、あの大江稲荷ってお稲荷様が、はい、大江稲荷のご神体、まあ、何代目かのご神体になると思うんですけど、うん、は実はこの妙院でお預かりしてるんですね。そうなんです、うん、すごいじゃないですか。はい、後ほどどうぞお参りになって。わー、ありがとうございます。なんか御仏ちゃんという関所を通すと、はい、結構割とあの入り込めるんだなと味しめましたね。あ、ぜひあの鎌倉の宝ですから。そうですね、はい、いや、いつでも松村さんでしたらっていうところが今日は僕にとっては、あの、はい、源氏の一族の一人みたいなもの。何やっぱり御仏ちゃんは、はい、あの早めに殺しとかないと災いのもとだと、義時が生きてたらなんかそうするくらいに重要な役割をしていただきますね。まあ、まあよく本当にあの鎌倉のことを勉強なさって、ありがとうございただいているので、あ、でもし、はい、そうしたらもう北条氏としてたくさん利用していただいて、私をあの御仏ルートで、はい、いろいろ入り込みたいですね。じゃあもうこの後いよいよ、あのまずご本堂にですね、本堂でお参りして、はい、お参りしていただいて、その後あの親稲荷様に行きますかね。お願いします。はい、であのここ中はカメラ回せないんですけど、音だけ撮ってもらってもいいですか。あ、お願いします。お参りいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。正面にいらっしゃるのが不動明王様といって、明院のご本尊さんなんです。で1235年、西暦だと1235年がこのお寺の創建なんですが、1235年の創建当初のお像が実はそのまま残って、状態がすごいいいので、いやーって思いながらね、こっちで説明しながらも、まあ、怒られちゃいそうだけど、あのまさかと思ってたら、はい、東日本大震災になった年に調査が進んで、間違いないってお墨付きをいただいてですね、調査始まってから2ヶ月ぐらいでいきなり国の十分に指定していただいて、あの私たち一番驚いちゃいけないお寺の者たちがすごく驚いて、はい、だから鎌倉に残っている将軍発願の仏像、はい、唯一の仏像。1235年にできたって、この時藤原頼綱何歳ぐらいなんですかね。頼綱何歳だろう。1221が承久の乱、1221の時4歳ぐらいでしょ。4歳ぐらいだから、4歳だから15とか、そう、多分元服してすぐぐらいだと思いますね。じゃあ元服して建立したんでしょうね。そうかもしれないですね。このお寺を建立したんでしょう。そうそうそう、お寺と一緒に仏様もってことですよね。で、なぜこの不動明王様、まあ、五大明王ですよね。あの、うん、王団明王、軍団明王、大徳明王、金剛野明王、将軍家のやることがうまくいきますようにっていうご祈祷の専門のお寺なんですよ。で、あの、まあ、普通お寺っていうとお檀家さんがいらっしゃって、その方たちのご先祖様をご供養していくっていうことで、まあ、その人たちがこうあのお寺を支えてくださるわけですけど、このお寺の創建当初から今に至るまで、いわゆるお寺の中に墓地があるというような檀家制度というのを取ったことがないお寺でございまして、お檀家さんに支えられてるっていうよりかは、来てくださる信者さんに支えられてるって感じです。あ、その将軍家のことをご祈祷するということが由来で、そうそうそう、今脈々とそのままご祈祷専門のお寺さんということでつながっている。で、現行の時には元軍退散のご祈祷もここでしたって記録が。あ、そうですか。文永の駅と公安の駅の、文永の公安の方ですね。あの公安の駅、あ、公安の駅の時にはそれがちゃんと資料が残ってて、何月何日にあの依頼があって、で、あのこういう人たちを呼ん で使ったお香の一覧表とかね、へとか、あ、最初の方に、最後手伝ってもらった人に日当いくら払ったのかとか、へ、お供え物の一覧表とか、こう絵が描いてあって座席表までついてるんです。うわ、あ、だから、あの公安の駅のね、祈祷の部分のお供え物が 誰々から誰だけもらったかもちゃんと書いてあるわけですよね。なんか頼綱と頼次は、あの五代執権の時頼の代ぐらいに、はい、まあ、分からないように暗殺してる京都で、はい、そうなんですね。だから、あの鎌倉のお寺の多くはその北条氏の庇護のもとあったので、大体三井六甲がついてるんですけど、はい、
このお寺だけはその三つ五鳩じゃないですけど、あの時折公との一番のライバル宮宗と。ああ、なるほど。だんだん育ってくると人気が出てくるんですよ。頼常公に力が集まってくると、あの執権としてはやりづらいから、じゃあもう交代だっていうふうにして、で頼常に息子の頼常にしたけど、はい、やっぱり頼常がまた大御所みたいな感じでまた残ってるから。そうだったんですね。だから時折とかも、はい、なんとかして時宗の殺すかなんかも京都にもう親子で返してもらって、ここで宗像親王を迎えたんでしょうね。そうですね。じゃあもう本当鎌倉って意外と ずっと幕府続いてる中でも勢力争いはもう続いてますね。ずっとだからね、もう執権って言わずにもう北条が将軍になれば問題ないんでしょうけど、はい、やっぱりね、将軍を補佐する執権がまた執権を補佐する連勝とか執権を補佐する内官令とか出てきて、はい、どんどん将軍と執権が若いやつにやらして、はい、どんどん鎌倉幕府は衰退する。だからナンバー2でずっといるっていうのがすごく難しい、難しいですよね。そうやっぱりね、はい、やっぱりそう思うと義時とかがうまく力を持ったけど、泰時がまた人間性がいいからいいですね。三浦がまた巻き返し来たんでしょうね。あそこを隙をついて、うん、それでまた法事合戦になっちゃったんでしょう。もう多分権力取っても取りすぎちゃいけない。1位になると、この転落が待ってるからってずっとうまく1位のことをこういうふうにやってるっていう、今の鎌倉殿の13人の中で僕はすごくすごい注目してるのは、はい、さっき大江広元さんは、はい、結局彼の言う通りになってたの全部って、はい、ずっと大江広元さんの助言のまま生きてらっしゃいますもんね。だから大江広元 の DNA というかその考え方は世代を超えてその子孫たちに言ってて、うまくやりますよね。本当に大江の広元と三好康信をヘッドハンティングしなかったら鎌倉幕府できてないですよ。できてないですか。大江様、じゃあこの流れでぜひ、はい、あ、ちょっと先にちょっとこの運慶系の話もしていいですか。今運慶大河ドラマで運慶たくさん出ていらっしゃるじゃないですか、うん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 、今この目の前にいらっしゃるこの不動明王さんを彫ったのは運慶のまあ弟子もしくは運慶一門の一人、すごく近いところにいた肥後の城慶という物資の方なんですね。で鎌倉で慶派の仏像ってはっきり、はい、まあ、ほぼ間違いない、ほぼ間違いない、ほんと少ないんですよ実は。運慶会慶としてその次が肥後の城慶、はい、3番手ですね、はい、その方比較的若い時に作ってるので、その師匠であるところの運慶の仏様をすごくよく見てる。運慶会慶の仏さんを先輩の仏さんもよく見てる。なんか運慶ってちょっと顔だけ描いてあと弟子に任せてたっていうね、はい、これがドラマで要は分業するわけですね。そうすると寄席にして分業にすることによって直しもできるし、手を作ってる人は手をどんどん手が上手になってくる。そうするとその一番うまいやつとうまいやつをくっつけて作るっていうのが、まあ、それがすごいこう画期的で、たくさん作れる。運慶工房で運慶さんプロデュースで作るとなると、もう一人の人が一本の木から切り出していって作るとなると、もうね、どうしてもほとんどね秋元康さんみたいなのがいて若手作家に任せんのよ。本当そうです、はい、作家の人たちとか落語家の方たちその流れ残ってますね、はい、同じ仕組みが物資の世界でもあったっていうのは面白いですよね。あの人言ってたよ、おー、はい、俺ら運慶だ、うん、全部は俺が、そしたらなんか義時に、絵だけ描いて、絵だけ描いてあとみんな任せてんだろうって言って、はい、そういう人間はしたたかじゃないのかって、じゃあ俺のも掘ってくれよって言って、無理やり掘らせてましたね。そうですね。まあ、でも当時仏師仏像を掘る工房のもう一番典型的な形が、そう師匠が絵を描いて弟子が他をやるっていうのは一番よくある形だったんですね。運慶のね、はい、ナンバー2のようなお弟子さんが描いたものが、はいはい、こうして残ってるっていうのはすごくいいですよね。特徴的な髪型と着ているものですね、はい、この髪の毛何なんですか。こうドハツって言ってこう髪の毛が天を向くっていうのが、ぜひ平安時代古い鎌倉時代の古い仏様は髪の毛オールバックです、はい、オールバックでお下げにしてるんですよ。これがドハツっていう風になってクリンクリンにパーマかけたようにして天を向いてくるのが九条の最初の頃なんで、めちゃくちゃ髪の毛多く作ってるんですよ。すごいですよね。もう毛量が半端ない、ね、上に向いて爆発、ちょっともじゃもじゃだね、もじゃもじゃです。だから多分仏様なのに髪の毛逆立ってるよって言って、多分昔の人はそれ見てびっくりしたと思うんですよ。でこんなんがくるくるでさ、幼稚園の先生だったらそれをいじって今首持っちゃう謝らなきゃいけない。そうですね、時代が昔で良かったですね。だこれ新しさが鎌倉の特徴なんですよね。毛量がすごいな、うん、まあ、その十分したいって言ったのはその人、なんかこういうの像を見るとね、
怖いよね。そうですね、怖いと悪いことができない、はい、そうです。もうそういう道徳心をこう芽生えさせてくださる仏様ですよね。ちょっとお坊さんっぽいことを話すと、はい、あのこうやって怒っている仏様、怒りの憤怒相の仏様っていうのは男性的なイメージをすごく持ちがちなんですけど、私の小屋さんの師匠はどちらかというとあの母親の慈愛を秘めた仏様がその怒りの仏様だって、お母さんと子供が手をつないで歩いていって子供が車道に行かって出た時に、あの本当は車が止まらなきゃいけないから子供が悪いわけじゃないけど、お母さんガッと引き寄せて何やってるのって怒って、危ないじゃないって怒るでしょ。本当はだって車が止まらなきゃいけないから子供は悪いわけじゃない、だけど理屈を超えて怒ってでも伝えなきゃいけないことがあるときは、普段優しいあの観音様のような顔してる方もお不動様の顔になります。だから懲らしめたいとかじゃ苦しめたいという意味ではなくて、どう怒ってでも伝え、理屈を超えて怒ってでも伝えなきゃいけない大事なことがあるときにはこの顔になりますっていうふうに言われて、優しい人が持ってる強さが本当の怖さなんですよね。だから普段怖い人の怖さはね、怖くないんですよ、はい、ですね、星野仙一さんみたいにずっと怒ってると慣れるんですよ、はい、よくないですね、慣れちゃいますもんね。だからね、はい、逆に機嫌いい時の方が怖かったですね、はい、優しい人だから政治家が笑ってる時一番怖いから逆にねありがとうございます。はい、病院様のお不動様のご紹介でした。すごいな、はい、ちょっと大学ノート持ってきてメモらえかったこの後のこんなにいい話聞くんだと、うん、ノート持ってこないかった、やっぱり、はい、頭で覚えられないな。はい、はい、では南無稲荷大明神、南無稲荷大明神、南無稲荷大明神。ということで大江大江稲荷のご神体の大江広元神像という、はい、これはどういう、はい、あれですか。まあ、明院でお祭りしてますけども、もともとはその大江稲荷というお稲荷様が あるんです。でこの明院のすぐそばが大江広元邸がありまして、その大江広元邸を守るためにちょっと小高い山の上にあの大江稲荷というお稲荷様がいらっしゃる。大江広元公大江一族がご神神したお稲荷様なんですよ。でその神社自体もちょっと場所を移したりもしましたけど、そのご神体がなぜかこの明院でお預かりしてるんですね。毎年その初馬という、まあ、お稲荷様のお祭りの時にはここからご神体をそこに持って行って、神社ですけどもお社のところでお坊さんがお勤めをするというのが、まあ、順にその大江稲荷の初馬の行事になってるんです。で何代目か、多分江戸時代ぐらいだろう、何代目かの、 あのご神体なので創建当初のものではもちろんないんですけれども、その魂をずっと継いでいるものがこの大江で、まあ、でも江戸時代の大江さんの末裔の方でもやっぱりその僕らみたいなのがいるんですよ、やっぱりね、はい、鎌倉時代が好きで、うんうんうん、やっぱ大江公の血筋だしと思ってやっぱ大事に、ね、大事しますね。なんかその心が大事ですよね。もうすごくね、まあもちろん地元でも大事にしてるんですけど、はい、あの鎌倉殿の13人の時にもこの大江稲荷様ご紹介していただいた、紀行のところでご紹介していただいたんですけども、うん、あのそれ以降ですね、大江広元公ゆかりの方っていう方がたくさんお参りにいらっしゃいまして、それがね総じて皆様熱い思いなんですよ。大江広元ってそ、まあ、もちろん歴史の中でちょっと名前出てきますけど、中心人物かっていうとそうでもないです。そうです、補佐官みたいな役割ですよね。そうそうそう、だけど大江広元公のご末裔だとか大江広元公のごファンの方っていうのはですね大変熱い方が多くて、あの特に広島とか山口あちらの方から毛利家の末裔とか、ね、大江の広元の広は広島の広でしょ。そうらしいですね。そうおっしゃるんですよ、ね、大江の広元の元は毛利元就の元なんです。毛利家ってのは代々元がつくんですよ、はい、ね、元元就じゃないですか、元元就元ってつくし、やっぱりそういうなんか名前がね今もこう残ってる、一族が皆さんが大江広元公をだいぶリスペクトされてますよね。彼がなさったことっていうものをきちんと理解して。でもね、今はね、この大江広元公が作った年表をね、はい、やっぱり頼朝も義経もあの大江広元のプロデュースでこうそれに沿って生きてきてんですよ。そんな感じですね。やっぱりあの鎌倉殿の13人って大江広元が作者でも。三谷幸喜さんじゃなくて大江の広元が作ったと思ってもあの
過言じゃないんですけど、うん、ただここいい寺ですよ。なんでかって反北条ってのはね、やっぱね、あの北条のねやりたい放題のドラマを1年間見てるわけだね。ちょっと僕も反北条の最たるお寺をね、そうですね、やっぱこう三寅さんがね、はい、三寅さんのね気持ちも考えたら、はい、三寅さんのためにもね、はい、あ、これ将軍家が作ったものってのは非常にのみんなが来るのは、はい、ドラマやればやるほど反北条増えてるんですよ。ちょっと人殺しすぎですよ。だからドラマ見終わった後、うん、僕はね反北条の一揆が起きると思います。令和の時代に。はい。こう妙院からじゃあ欠場して。ちょっとやめて。穏やかじゃないけど申し訳ないけど、岸田さんの支持率よりも、はい、義時の支持率が落ちてますから。どん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 悪者になってますから今。かわいそうなぐらいですよ、ね。岸田さんの支持率を消すぐらい義時の支持率が悪いんですよ。本当に本当。もう早く死ねと思えば、上級の乱の時に、はい、もう上級の乱の時に死ねとは言わないけど、はい、でも本当にやるもので悪を尽くしてますから、その悪を尽くした北条氏をこうでもバックで支えていらっしゃったり、うまくこう政治が行くように調整していたのが立役者が大江広元公。いや、大江広元公をやっぱでもヘッドハンティングした頼朝も立派ですけど、そうなりますよね、最終的に。やっぱりね、ちょっと朝廷でくすぶってる方を幕府ですごく重要に一生懸命やられてる方って、はい、前の事務所であまりうまくいかなくて次の事務所で非常にこう働くタレントさんもいらっしゃるじゃない。生い立ちをプロフィール消してもいいから、はい、新しい事務所で再出発する方、この大江はもう鎌倉のために全力を尽くしされたんで、大江公ってね、山形の方の寒河江の方じゃね、はい、もう神様ですよ。あ、そうですか。それはね、いろんな方が来てもね、寒河江の方みんなね、大江公ってすごい支持率高いんですよ。すごい暑いですよね。暑いの、総じて暑いんですよ。だから大江広元さんのお家の場所を説明するのに、うん、その近くにコンビニがあってコンビニの裏にありますよって言うと、あ、そうですかって言って持つんですけど、でもみんなちょっと納得いかない感じの話になって、いや、大江広元邸の前にコンビニが建ってるんですよっていうふうに、いや、場所を俺説明したのに、僕が説明したのに、いや、そうですよ、そうです、大江広元邸の前にコンビニが建ってるっていう。それは住職、阪神でも巨人でもどっちでもいいんだけど、はい、やっぱり東京の人は巨人阪神と、そうそう、コンビニは後からでしょ、そう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 、後からコンビニが来たんでしょって、はい、コンビニのそばにっていうと、はい、コンビニのお酒じゃないかっておっしゃっていけないし、主役はあくまでも我らが大江広元。そう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 、はい、でその大江広元邸のもう皆さん、あ、ここだったのかっていうふうに感じて、だから要は朝比奈から入ってくる入り口のところに重要家臣中心だった、多分軍事拠点にもなったと思う、このお寺も含めて。一丁断るときに朝比奈の峠にみんな集結するためには、その武家屋敷がこの辺になきゃいけなかった。その大江広元邸もここにあった。ここが鎌倉の関所なわけですよ、ね、結構だから重要なところ、本当そうなんですよ、ね、守りの、だから、うん、駅は後からだからね、はい、駅になってからですから、はい、井上モンター以降だから、はい、鉄道なんての井上モンター以降だから、はい、モンター以降です、モンター以降、ね、モンター以前は馬で通りますから、うんうん、はい、だからそう思うとやっぱここが窓口であり中心地、うん、いや、ぜひなんです、もう松村さんにはお参りしていただきたかったので、住職のね、はい、言葉が池上彰さん並みに分かりやすいそうなんですよね。ね、なんかね、本当言葉がやっぱり説法の方ってのは言葉をね、もう一回俺も寺子屋行きたいぐらいですね。またね、じゃあこれを改めて、お像に関しては言うと、はいはい、お稲荷様って本当に稲わらを担ってる、稲荷って稲を担うって書くでしょ、稲を担う、はい、これ稲を担ってるんですよ。左肩に乗せてますね。左肩にこうやって天秤棒に乗せてるのは、これ稲穂になってるんですよ。で、鎌持ってる。稲穂ですよね。稲穂になってる。ちゃんと稲の、よく見るとポツポツポツって実ってるんですよ、ちゃんと。ああ、本当ですね。うん、でこれで鎌を持って、まさに豊作の象徴の男性の神様の姿してる。鎌だ。そう。で、やっぱりこれ、このお姿を見て、まあこれ、後です。後からになってるんですよ。江戸期ですから。これって大江広元公のお姿を映してるんじゃないかって噂が出るぐらいなんです。大江広元公って農業やられてたんですか、ね、いや、わかんない。でも、そのお顔が、お顔立ちがこうだったんじゃないかっていうふうにおっしゃる方が出てきちゃった。それだから、本来は違うと思うんですよ。だけど、そういうふうに言われるぐらい。だからよく見てみると、なんか、栗原さん、こんな感じかなって。ちょっと栗原似てらっしゃる。サムエルだと岸田新さんがやってらっしゃる、ね。岸田新さん。どうですか、お顔は岸田新さんだとどうでしょうか。
お公家さんのような感じになってて、うん、だけどまあ神社だから稲っていうのもあるけど、はい、実際こう稲を買ってるような姿っていうのは、僕は農業高校だったからちょっと嬉しいですけど、そうですね、おえこはこういうのを教えたんじゃないですか、ね、その知識もあったはずですよ、種をまいて芽が出てこうやってそれが食べ物だよって、それが後々の石高になるんだよっていうのを、まさにそうことね、説法のように遠くからかわかんないですよね。まあでも今でもあのたくさんの方、うん、地元の方にご信じしていただいていることを、まあこれを機会に、まあ普段は開けてなかったんですけど、まあせっかくだというのでこうしてご開帳してますので、うん、売れれば売れるほど神戸を垂れるっていうから、芸能界と一緒です、はい、そうです ね、まあ偉そうにしてたらあの、はい、敵が多くなります、ね、そうですね、あの吉武のようになってしまいますので、ね、気をつけてまいりたいと思います。なるべく敵少なめに、はい、ね、あの後輩には返事よく、先輩にははい、はい、和田子さんにははい、はい、であと下の若い人には丁寧な、はい、あ、そうだね、非常に想像になっております。どの業界でも言えることじゃあ俺はおえこから学んだと、はい、稲荷からね、はい、ありがたい、いいお話聞けました、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。大江光さんもそうなんじゃないですか。大江健三郎さんも犬が来ましたもんね。白い犬がね。そうなんですよ。あのお父さん犬が来まして、そのお告げを作ったこと、そのお告げを告げた、はい、お役したのが、お役した犬師匠がいらっしゃるお寺です。ちょっとこの格好の方が右大臣配下の式みたい。大江健三郎さんも大江の、ね、大江校の血がもしかしたらね、分かんないです、はい、大江っていうだけでやっぱりちょっと嬉しくなりますね、はい、あの大江、あ、実朝が建てたあの自光寺もこの隣だったんです。実朝が建てた自光寺ってもあるんですか。あ、もうないで す, いです、あの要は、鎌倉幕府の将軍の発願で作られたお寺っていうのは大寺院が多いです。要は将軍が作るからね、なんですけど、あの最初にそういうところからなくなってくる。なんでですか。鎌倉幕府の力が弱ってくると将軍家の力が弱ってくるから、スポンサードしてくれる人がいなくなってくるんですよ。だから最初にそういうところがどんどんなくなる。室町に潰したんですかね。多分潰したというか、もう食べてきて、要は檀家とかを持たなくていい、要は将軍がからスポンサードしてくれるから、あの全然何の苦労もなかったんですよ。で今たくさん残ってるお寺っていうのはちゃんとあの檀家さん、檀家さんがいたりとかして、ちゃんと自活できるような檀家さん、まあ檀家制度は後ですけど、あのちゃんと自分たちであの食べていけるように。